ちょっと無理。今回は三国志14パワーアップキット実況していきますぞ。前回は部位を攻略して関数を追い詰めたところまで。すでにかなりの時間が経過しているので急がねばですぞ。曹操軍の進撃はとどまることを知らないからな。深夜に攻領と攻略し、徐々に南へ勢力を拡大していますからな。早いところなんかしないといけないけど、漢中に進むと手は足りなくなりそうなんだよな。最悪優勝軍との同盟も視野に入れておきたいですぞ。とにかく曹操軍に戦力を集中させたいからな。それも少ない戦力をですな。師匠様が何気にピンチか。孫権軍の主力が嫌なところにいなければいいですな。いつものやつな可能性は否定できないな。早速だけど、V から出陣する。天水の兵はかなり減っているので素早く攻めたいところですからな。思いのほか弓矢の陣が成功したからな。なんだかんだで6000も残ってない。これだけ少ない情兵を見せられるとやる気しか出てきませんな。牽制のために出陣した馬球はそのまま弓矢の補修を。死者が到着しました。また来やがったか。攻略できる戦力を持ってると思ってるの。むやみやたらに依頼をしないでほしいですな。信長みたいにやられた。残念、的な乗りで攻めれないんだからさ。負の占領に時間がかかりそうなので。長安からも兵を出しますぞ。馬体は残さなきゃないだろうから。遠行と馬岩に行ってもらいますか。だなぁ、その二人ならまあいけるかな。長安もそこまで兵が多いわけじゃないから。5000ですな。そこが限界ラインだなぁ。曹操軍が攻めてきそうですな。それはそれで陰方面の兵が減るかもだから問題なし。うまく弓矢で削れればの話ですが。出陣だ。また孤狼艦が攻められてるな。いい加減まともな迎撃をすればいいと思うのですが。ここで滅亡。南か北か。上路か。ということは早めに優勝に支障を出すべきですな。さすがに二正面は厳しいからな。孤狼艦は電流が取り付き危機的状況に。電流が耐え抜けば落ちますな。まあこの攻防戦で多少曹操軍の兵が減ればありがたい限りかな。落ちると思ってたら落ちない。戦闘状態ではないので義務の強は発動せずですか。いい感じに消耗戦になったのはありがたいところかもな。持ちこたえるかと思わせて。艦がどこかにお出かけですね。死者が面会を望んでいます。戻ってきた。とすでに遅しですぞ。孤狼艦が落ちるところまで見たかったけど。天水攻略準備が整ったので攻めますぞ。動き出し遅。道が悪いので仕方ないかもですな。とにかく高徳も取り付いたからいいか。あとはとにかく叩くだけ。もう第二形態、小規模なら楽勝だな。最初の年なのだからきちんと命令していればと思うのですがな。最終形態、攻めることの方が忙しかったと思われ。戦争だけが全てではないと。優勝との同盟に成功。これで南も安全になりましたな。曹操軍と戦う準備は整いつつある。で、そのまま天水攻略。あれだけ苦しめられた関水軍の最後だと思うと少し味気ないけど仕方ない。これで関水軍は滅亡。気になるのはどれだけ投用できるかですな。16人中何人いるかだな。関水も当然無理。菊園も無理か。何気に拠突がないのですな。あれ、いない。城下がいた。また全く関係のない武将ですな。まさかの城下だけとは。捕まえている巨突の長王と合わせて二人ですぞ。これは厳しいことになってきたかも。意外に少ないかもですな。想定外だな。眼剣も入れるかな。今さらダメですぞ。ですよね。未練がましく見ていても無駄なのでさっさと解放しますぞ。ほんと残念だ。借りは返す。城下は？ダメと。何やら女性武将と相性が悪い気がしますな。関係性は問題ないんだけど。で、曹操軍が想定通り攻めてきた。
珍しい巡遊が攻めてきていますな。観光だから問題ないと思うけど。みたいですな。弓矢村の集中攻撃でも受けてろ。またどこかでな。あれ、セイラン領収も突っ込んでくる。後ろの角カゴカも突っ込んできますぞ。てか、武闘派じゃない連中ばかりだな。炎光とバガンが天水から戻らないので様子見中。投用できませんな。勢力が滅んだ武将とは思えん。曹操軍が着きましたな。もう少し削りたかったな。まずは強打の投用に成功。戦力的には期待できないけど、完全に内政要員ですな。応援があればな。さらに時間をかけ、上王の投用に成功。これで関水軍からの先行者の採用は終わりですぞ。もう少しいてほしかったな。ここで優勝軍が関中から上陽を攻めた。またすごいところから攻めましたな。攻略できればいいんだけど。できれば曹操軍が行けるかもですな。ひどい状況に。なぜ攻めきれると思ったのか。あと少し感はあったけど、もろもろの準備が整ったから動き出す。長安の守りを気にしない全力出陣ですな。そうしないと兵も足りないからな。失敗したら悲惨なことになりますぞ。待ってても同じ結果だし、とにかく攻めていく方針で。迎撃か。閣下に共演。まずいですな。今攻めるから黙ってろや。陣を建設に行ったけど罠の方が良かったかも。少しでも損害を与えたかったですな。さっきまで見えてた損害比がやばかった。ようやくまともになったと思わせて共演の参戦でおかしくなりましたぞ。とにかくどっちかを潰さねば。炎光とバガンの連携で閣下撃破。捕まえたのはどうでもいいとして、あとは共演だけですぞ。ここで炎光が仕掛けていく。久しぶりの一騎打ちですな。馬長にお願いしたかったけど仕方ない。武力はほぼ互角。あとは実力を出し切った方の勝ちですな。力の差を見せてやる。これは勝てるか。返されましたぞ。嫌な流れ。危なげなく勝利ですぞ。最初の打ち合いから考えるとかなり成長だけど、勝ちは勝ち。ぶち当たれ。金馬町の一撃かわせると思う。バルアガキを止める馬長の戦法。これで武漢が見えましたな。捕獲率が地味にいいんだけど、どちらもないのが確定していますぞ。縁から援軍。まずいですな。邪魔されたらかなり痛いですぞ。とにかく取り付いてこっち側に来れないようにしないと。封鎖には成功ですが、投石馬体が取り付けませんぞ。そこはうまく。場所を入れ替える。いいところを契約で邪魔されましたな。ほんと腹が立つ。攻め始めから1ヶ月と少しかかり。武漢の兵が全滅し無事攻略。これで援攻略が見えましたな。損害もかなりのものですぞ。ここで滅亡。まさかの長州軍だった。少しずつだけど状況が動き始めてる気がするところで、今回はここまで。次も見てほしいですぞ。